ラパチョは民間治療で使用される戦時飲料。タヒボーとも呼ばれる。パウダルコの樹皮の内側層から作られる。ラパチョ南及び中央アメリカの先住民、主にインディオが、古く、インカ帝国の時代より、発熱や感染症、胃の不快症状などに使用してきた。原料となるパウダルコとは、南米の熱帯ウリンで、高木で、農前カズラカ食べ分野族の樹木のうち、 紫色の花をつけるものが使用される。つまりパウダルコは、タベブやヘプテフィラ、ティインペチギノサ、ティアバランデイの総称であるが、このうちティー・ T、アバランデイのみを区別してラパチョと称する人もいる。樹皮と木質部に間に存在する7ミリメートルほどの内部樹皮が使用される。俗に免疫機能を高める関節炎や痛みを和らげると言われているが、 人での有効性については信頼できるデータが見当たらない。安全性については、過剰摂取は激しい吐き気、嘔吐、めまい、下痢、貧血、出血傾向、場合によっては重篤な悪影響を引き起こすことが報告されている。妊娠中、授乳中の傾向使用はおそらく危険と思われることから、摂取は避ける。ラットでの実験で、打体効果や、 生殖毒性が確認されているラパコールが有効成分として確認されている。その他の成分としてベータラパコーン、キシロイジンなども含まれる。民間療法としてガンなどの慢性疾患の治療に効果があることが期待されているが、アメリカガン協会は副作用の手によりラパチョをガンの治療に使用することは推奨していない。その理由としては、今までの臨床研究では、 癌の抑制効果を示すエビデンスが認められないことを挙げている。俗に免疫機能を高める関節炎や痛みを緩和するとされるが、人間においては有効性を支持する客観的データは示されていない。逆に過剰摂取によって激しい大きい、嘔吐、めまい、下痢、貧血、出血傾向、場合によっては重篤な悪影響を引き起こすことが報告されている。 妊娠中、授乳中の傾向使用はラットで、打体効果が示されていることより危険である、可能性が高い。授乳中の人についても引用は避けるべきとされている。俗に、血糖上昇を抑制するとされるが、ラットの位内にスクロースを持続投与しながら、多ヒボ茶ゃ200倍濃縮液 2.4mlkg を以内へ投与したところ、 門脈結晶中のグルコース濃度の上昇に対する抑制効果は認められなかった。日本でもラパチョティとして輸入販売されている。ありがとうございます。